彼は NBA 史上最高のスコアラーの一人とされているスーパースターです。この方はケビン・デュラントです。ケビン・ウェイン・デュラント選手は1988年9月29日生まれ、アメリカ合衆国ワシントン DC 出身のプロバスケットボール選手です。ポジションはスモールフォワードまたはパワーフォワードです。2007年、デュラント選手は2位指名でシアトルスーパーソニックスに入団することが決まりました。2017年、クリーブランド・キャバリアーズとの NBA ファイナルでデュラント選手は平均 35.2 得点、8.4 リバウンドに 5.4 アシストとウォリアーズを牽引し、4勝1敗で NBA チャンピオンに導き、 NBA ファイナル MVP に選出されました。高いボールハンドリング力とシュート力、体格の良さを生かした驚異的な得点能力が強みです。現役最多となる4回の得点王を獲得しており、5年間で4回得点王になったのはマイケル・ジョーダンに次いで史上2人目のことです。名人のお話をもっと聞きたい方はチャンネル登録をよろしくお願いします。